海道コンサドーレ札幌 MF 駒井義明30が15日アウェーの浦和レッズ戦埼玉で今季初めてメンバー入りする可能性が高まった14日札幌宮の沢での前日練習に参加した。昨年10月8日のアビスパ福岡戦で左膝前十字靭帯部分損傷を負い、約半年間離脱していた。体の調子も大丈夫。怪我する前の、去年と変わらない感じがする、と万全だ。試運転も終え、復帰戦への準備はできている。11日に北海道強大岩見沢との練習試合で今季初実戦をこなした。全体練習に合流して3週間。慎重に試合復帰のタイミングを探ってきた。この日のミニゲームでは主力組でプレーした。そのため、いきなり先発の可能性もある。チームのため、勝利のために全力を尽くすだけなので、頑張りたい、と気合を入れた。リハビリ中は精神的よりも肉体的に苦しい期間だった。手術はせず保存療法を選択し、下半身の強化に集中、長いようで早かった。しんどかったなって体的に、自分をしっかり追い込んだ半年だったので、そこは自分を褒めてあげたい、と振り返る。パンツのサイズは M から L にアップし、Gパンが履けなくなるほど太くなり、安定感が増した。16、17年に所属した古巣との試合での復帰の可能性に、巡り合わせなのかなって感じる、と心待ちにする。昨季札幌でチームメイトとしてプレーした浦和 FW 興梠との対戦も楽しみと笑顔。今季初連勝を目指すチームに頼れるドリブラーがカムバックする保坂かな。